はい、駅からね、6分ほど歩いて今北一西一というか、これは、まあ、どの方向を見ても一一のね、くっちゃんの町の中心に来ましたね。さすがにね、ここはなんか市長の、なんか中心ですかね。まあ、あの人口はそんな多くはないんですけどもね、まあさすがにこの辺の中心だけあってそこそこ栄えてる感じはあります。で、ね、非常に残念なのが、今この方角にね、あの羊蹄山が多分、ドーンとあるはずなんですけども、曇っていてね、全然見えないですね。今日というかね、この山線区間、あの昨日の晩通ることもできたんですけども、ちょっとこの羊蹄山が見たくてね、わざわざ今日の昼にしたっていうのもあるんですけども、この明るい時間にね、ちょっとねこれでは来た意味ねえじゃんという感じでね、まあその辺はちょっと残念ですけども、こればっかりは仕方がないですね。はい。で、あと14分ぐらいでまた出てしまうので、戻りましょうか。はい、これ途中の信号なんですけども、なんかこの雪から守るねカバーがついているのが面白いですね。はい、まあ、北海道はこの辺はもちろん雪は多いんですけども、非常に寒くてね、そのちょっとやそっとの熱じゃもうひっこびりついた雪が溶けないということで、なんか特殊なカバーがあるという感じですかね。はい、うわちょっと雪じゃなくて雨が降ってきましたね。まあ、さっきからなんか降ったりやんだりでね、まあ、ちょうどこのね街歩きの時がその、大降りのねタイミングに当たらなかったのは幸運でしたね。そして正面あと 200m ぐらいでくっちゃうわけですね。発車まであと9分です。はい、ようこそくっちゃん町へ、来るぞ北海道新幹線ということでね、なかなかね、北海道をイメージしたようなねロゴというかあれが面白いですね。はい、今のところ全く工事とかしてる様子はないですけどね、まあきっとここも立派な新幹線駅に生まれ変わるんでしょう。で、正面がくっちゃん駅ですね。まあ一応この拠点駅でお願いします。どこかな構えという感じですかね。この駅舎もなくなるんですかね。はい、そしてこのようこそくっちゃん駅キハ40、そして羊蹄山、いやー残念でならないねこの雲がね。はい、じゃあ乗っていきますか。はい、先ほど乗ってきた編成がそちらに止まっていて、で私が乗るのはこちらですね、一両のお茶碗部駅、同じ、H100 型ですか。はい、電気式機動車ですね。そこいますね、5人ぐらい。まああんまり山も見えないのでね、まあ適当に。
ということで終点をしゃばめで出社しましたね。ここはまあ室蘭本線が函館本線から分岐するところで、そうですね、山線の終点ということですね。まあこの山線区間はね初めて乗ったんですけど、まあ思った以上になんかかそってるというかね、ローカル線的な感じでしたね。途中の蘭越からこの長万部までは1日5往復しかなくて、まあ今日もねちょっと乗るのがもっと早い時間に本当は乗りたかったんですけどもね、まあ、それがないということで、まあ今、午後2時に着いたんですけども、まあそのね本数の少なさは仕方ないかなというようなね、そんな感じの沿線風景でしたかね。はい。で長万部でもねちょっと時間があるので、まあ、軽く駅前なんか見てね、まあ、それから次の午前ですね、2時35分、北斗函館駅に乗り換えたいと思います。まあ、こっちからは4本しかないのか。1、2、3、4ですね。はい、ここがね、長万部駅の駅舎ですね。実装から来てるんですか？はい。今日お休みなんですか？はい。はい、こちらがね、長万部駅の駅舎ですね。で、こちら。正面がね、もうすぐ海が見えてますね。で、その海沿いの道が、多分この道後線ですかね。まあそうですね、この辺の函館本線は、まあ森ぐらいからずっと海沿いを通ってるんですけども、まあここも、そのままね、海に近い感じですね。で、まあとりあえず海沿いは行ってみますか。まあ一応あと20分ぐらいなのでね、まあ、このぐらいなら余裕という感じで。長万部はまあ一応このね、乗り換え 駅というかね、分岐する駅ということで、まあ、鉄道は結構、なんですかね、まあ、要衝となってるんですけども、街自体はまあ、なんか全然大したことない感じなんですよね。この近くでも八雲とかの方がね、結構、大きいというかね、栄えてる感じで。はい、このね、左札幌室蘭、右函館八雲という、まあ、この分かりやすい感じがいいですね。国道5号線と国道230号線のね、重複区間になっているようですね。230号が室蘭、いや違うな、あれそっちも2桁国道だった気がするけどもわからないですね。室蘭とかはね、前回1月に来たばっかりなので、まあある程度知ってるはずなんですけどもね、結局役に立たないという。うわー、いいなこの道路、そしてこの、海ですね。今日はまあこの天気も良くてねじゃあさっきの羊蹄山を見せてくれよって感じなんですけども、まあ、海沿い歩き日和ですかねこれはねはい、まあそんな感じで、おー、なんか遠くまで見えますね。ここが噴火湾って言うんでしたかね。例によってなんか、適当なことを言ってますけども、なんかその辺にうっすら見えてるのが室蘭の、地球岬とかあの辺ですかね。はい。で、そこ左の建物がすぐ長万部町役場ですかね。まああと18分あるんで、まあここまで駅から3分ぐらいなんで余裕はありますが、まあ、とりあえずこの役場だけ見てちょっと戻りますかね。はい、お道路にも、不要不急の外出は自粛をと書いてありますね。はい。例によっては、まあ、私は全く自粛してないんですけどもね。これはなんかバイパスっぽい感じなんですかね。もう全然なんか建物がないですね、この道沿いはね。